見逃してしまうと重大な事故の原因にも、車のタイヤに関するメンテナンスで最も簡単なのに、気にしているドライバーが意外と少ないのがタイヤの空気圧チェックです。車のタイヤの空気圧は適正値を維持していなければ、最悪の場合タイヤが破裂する恐れがあるなど、非常に危険な状態に陥ってしまいます。 車のタイヤにはそれぞれ指定されている空気圧があり、その指定空気圧を保つことで本来の性能を発揮することができます。車のタイヤは時間の経過とと,ともに自然に空気が抜けていきます。乗用車用タイヤの場合、1ヶ月で約5から 10%1020kPa も低下してしまうのです。では、 空気圧が低下していると何が起きるのでしょうか。最も恐ろしい事態がバーストです。空気圧が低下すると、タイヤは重さを支えきれずに、たわみが大きくなります。その状態で走行していると、タイヤは変形を繰り返しながら発熱し、最後にはバーストに至ってしまいます。また、たわみが大きくなると、 走行抵抗が増えることで燃費悪化にもつながってしまいます。タイヤの空気が抜け気味の自転車はペダルが重たく、前に進むには余計なパワーが必要になるのと同じ原理です。タイヤ設計のエンジニアによると空気圧不足は他にも、本来のグリップ力が発揮できないことで走行安定性が低下したり、タイヤの排水性が落ちることで、 雨天時にスリップしやすくなったり、タイヤが変魔もをしてしまったりなど、様々な問題を引き起こすそう。ただ、タイヤ空気圧は高すぎてもダメで、指定空気圧よりも高くなってしまっているとタイヤの設置面積が狭くなり、本来のグリップ力が発揮できないことでスリップしやすくなったり、振動が伝わりやすくなってしまうことで乗り心地が悪化。 また、空気圧不足の時と同様に、タイヤの変魔網やバーストを引き起こす可能性も。通常、タイヤの空気圧チェックは、エアタンク一体型の場合、空気充填器にあるエアゲージで測定しながら、指定空気圧に合わせます。純正タイヤサイズでない場合は、指定値以上にするのが基本です。ガソリンスタンドの空気充填器は、 自由に使えることが多く、有料の場合もあります。店舗によっては、スタッフが無料点検してくれるスタンドもあります。また、エアゲージは、インターネット通販やカー用品店なら、1000円程度で手に入るので、一つ持っておくといいでしょう。ただし、空気圧をチェックするタイミングは、走行後の温まったタイヤではなく、 走行をする前にチェックと調節をするようにしてください。これは走行後の温まったタイヤの場合、空気圧が高めに出るためです。ただしその際、空気圧が上昇しているからといって空気を抜くのは NG です。指定空気圧は車の B ピラー、前席と後席の間の柱や燃料リットの蓋の裏側などに記載されています。 月に一度は適正な空気圧となっているか確認するようにしてください。タイヤは摩耗にばかり気を取られがちですが、空気圧を適正に保つことは摩耗と同じくらい気にしておいてほしいことです。しっかり空気圧を保たなければ燃費は悪化するし、最悪バーストとなってしまうと重大な事故となってしまう危険もあります。 タイヤに関する正しい知識を持ち出発前にタイヤの状態をしっかり確認することは安全なドライブへの第一歩です。